こんにちはアドビって皆さんご存知ですかねイラストレーターとか動画編集ソフトとかあと音声のフリーソフトとかねとにかくインターネット上で活動するときにこのアドビっていうソフトを入れとくとものすごくねあの使い勝手がいいんですよすべてのことができると思いますしかしこのアドビのシステムですね、まあ、ちょっと高いんですよ確か月間で6000円ぐらいで年間で7万とか8万とかフルセットでするんですよね で一部だけでも例えば動画編集ソフトでも年間で3万ぐらい月間払いでも2000円か3000円ぐらいすると思うんですよねちょっとな価格なんですよでもこれをね私無料にする方法ちょっと俺、ね、見つけたんですよねというのが YouTube を見てるとこれを無料にする方法ってのが2021年の1月時点で紹介されていたんですよで今日12月なんですけども12月27日時点で私試したらこれね通用したんですよ簡単に 使い方を申し上げますと、普通に Adobe でアカウントを取りますよね。で、アカウントを取った時に、クレジットカード情報を入力するようになるんですよ。それで、えー、多分ね、どのプランでもいいと思いますけども、何かのプランを契約します。これは何でもいいと思います。私の場合は、プレミアムプロっていう動画編集ソフトのプラン、月間2700円ぐらいのやつを契約したんですよ。 で、えー、他の方は全部のプランを、なんかね、7万円ぐらいのプランを契約したんで、多分ね、全部のケースでいけると思うんですよ。とにかく契約します。そうすると、月間の引き落としっていうのが始まっちゃうんですけども、最初の7日間っていうのは無料期間なんですよね。だからこの無料期間の間に、次の手続きをしてもらいたいんですよ。手続きは簡単で、ログインして、プランの変更っていうところから、解約に進むんですよ。で、解約の手続きをずっと進めていくと、一番最後に、 60日間無料にしますのでもうちょっと使いませんかっていうオファーが来るんですよねでその時にあじゃあ62時間60日間無料なんだったらとりあえず、えー、契約を続けますって感じで言ってみればずっとお金がかかってない状態を2ヶ月間あの使わせてもらえる無料期間が7日間から60日延びるってことなんですよで60日使えますよねそうすると60日が終わったら自動的に有料期間になっちゃうんで60日が終わる前に59日目とかね あの、58日目ぐらいにもう一回ログインして、同じように、やっぱり契約解除しますってやると、また60日つくんですよ。これを延々と使うことによって、ずーっと無料です。すごいでしょ ?2 ヶ月に1回、大会の手続きをすることによって、じゃあ2ヶ月、無料プランを伸ばしますからっていうオファーを来て、それを受けることによって、結局、1年間、2年間、3年間と、まあ見込みでね、ずーっと無料で使うことができるってやつなんですよ。2ヶ月に1回、この一手間かかりますけども、それでもよろしかったら、このね、 数万円から、ああ、七八万ですか二三万から七八万かかるという年間プランを無料にする方法として使っていただければなと思います。それでは、詳細を説明した、私がね、一番最初に、あこれすごい方法だなーっていうふうに、まあ、学んだ、気がついたあ方法、これを紹介している YouTube の動画を概要欄に貼り付けておきますので、そちらの方から詳しく手続きの方をやってみてください。非常に簡単で5分くらいでできます。それでは。